山根くん、大会の前の紅白戦で大怪我したんだ。大怪我？まともに投げられないってよ。そんな、だって山根くんの怪我治ったんじゃ。誰がいつ治ったって言ったよ。この腕は一生治らないんだよ。俺も3年前に肩を壊した。キャッチボールもできないほどにな。でも諦めろって医者からも言われたさ。いろいろと説明もされたけど、やっぱり諦めはない。だから壊れそうな僕の心を優しく包み込んで